ディエゴ・ニコラス・デラ・クルス・アルコサは、ウルグアイ・モンテビデオ兼モンテビデオ出身のプロサッカー選手。スーペルリーガ・アルフェンティーナの CA ・リーベルプレートに所属している。ポジションは MF。2015年に、リベルプール FC のトップチームに昇格。2015から16シーズンにプロデビューし、早速、プリメーラ・ディビシオン初ゴールを記録。 2016年シーズンは4ゴールを記録した。2011年からユース世代のウルグアイ代表に選出され、U-17、U-18 と順調に成長し、2017年には2017、FIFAU-20 ワールドカップ出場権をかけた、南米ユース選手権の U-20 代表に選出され、優勝に貢献し、本大会に出場。 決勝トーナメントでは1回戦のサウジアラビア戦で先制ダムを叩き込み勝利に導いた。準決勝のベネズエラ戦でも先制ゴールを挙げるも試合終了間際にサムエル捜査に・操作に騎士回生の同点ゴールを決められ延長戦を経て PK 戦にも連れ込んだ。5番手にキッカーを任されたデラクルスだったが失敗を犯しチームは敗退した。二千二十年十月に フル代表初招集。9日の 2022FIFA ワールドカップ南米予選のチリ戦で代表デビューを果たした。カルロス・アンドレス・サンチェスはいとこにあたる。ありがとうございます。